小シャ尺ナげは、ツ,ツジ子かツ,ツジ属尺ナげ家族の常緑低木。別名、円周尺ナげ。枝を横に広げ、樹高は1から2メートルになる。若い枝には、褐色の綿毛状の枝状毛が密に生える。葉は誤生し、角質で枝先に集まってつき、傭兵は長さ1から2.5センチメートルになり、褐色の綿毛状の枝状毛が密生する。身は、 長さ7から18センチメートル、幅1から2センチメートルになり、強調大型で、先は尖り、基部はくさび型で傭兵に流れる。葉の表面は無毛で光沢があり、細脈がシワ状になり、裏面には褐色の綿毛状の長い枝状毛が密生し、スポンジ状になる。花期は5月。枝先に短い創状果樹をつけて、5から10個の花をつける。花柄は、 長さ1.5から3センチメートルになり、褐色の柔らかな枝条毛が密生する。果敢は、高子色で、計4から5センチメートルのロート型で5中列し、果敢の上側内面に、濃色の反転がある。湯水は10本で、花糸の下半部に短い毛が治留する。花中の基部に毛が治るし、脂肪には、褐色の枝条毛が密生する。果実は、果手で、 長さ10から15ミリメートル、幅約6ミリメートルの短い円柱型になり、褐色の枝状毛が密生する。日本固有種。本州の静岡県の天竜川異跡から、愛知県東部に分布し、産地の日当たりの良い岩場に生育する。日本産のシャクナゲ類では、最も標高が低い場所に生育する種で、愛知県北設楽郡設楽町にある本州の自生地は、 細葉尺投げ自生地として愛知県の天然記念物に指定されている絶滅危惧痛類。ありがとうございます。